スーザン・サランドンはニューヨーク州ニューヨーク市出身のアメリカ合衆国の女優。ローマカトリック教徒のアイルランド、イングランド、ウェールズの血を引く父親とシシリー島、ラグーザ生まれの母との間に9人兄弟の長女として生まれる。1964年から1968年までアメリカカトリック大学で演劇を学び、1970年映画、ジョーでデビュー。 メインキャストの一人としての出演ではあったが、注目されず、地道な俳優活動を余儀なくされる。1975年、ロッキーホラー賞に主演女優として出演。現在に至るまで、カルト映画の傑作として評価されるなど、大ヒット。それに伴いサランドンも高い評価を受けた。1980年に映画、アトランティックシティで初めてアカデミー主演女優賞に、 ノミネートされると、順調にキャリアを積み重ね、数多くの映画賞を受賞。1995年、デッドマンウォーキングでアカデミー主演女優賞を受賞。俳優としての地位を、不動のものとした。以降、テレビドラマ、ドキュメンタリー番組、アニメーション作品とジャンルを問わず幅広く活躍。2008年公開の映画、スピードレーサーでは、真田博之と共演した。 大学在学中の1967年に同級生であったクリス・サランドンと結婚したが1979年に離婚。しかし名前はそのまま残した。1970年代は映画監督のルイ・マルト2年間交際。その後、イタリア人監督のフランコ・アムリと交際し、後に女優となるエヴァ・アムリを設ける。1988年より、 俳優のティム・ロビンスと同居し、1989年に男の子、1992年に男の子を設けている。ちなみに、サランドンがアカデミー主演女優賞を受賞したデッドマン・ウォーキングはロビンスの監督作品である。2009年夏にティム・ロビンスとの約20年間のパートナー関係を解消した政治的に左翼な立場を保ち、 反戦運動や人権問題にも積極的に関わっていることで有名。2008年の大統領選挙では、ジョン・エドワーズを支持していた。2011年9月には、ウォール街を選挙せよへの協力意志を表明し、9月27日にデモ拠点となっているズコッティ公園を訪れた。同年10月には、ローマ法王ベネディクト16世が、 少年時代にヒトラーユーゲントに加入していたことを理由に法王はナッチだと発言。2016年の大統領選挙では予備選挙においてバーニー・サンダース候補の支持を表明し応援演説も行っている。最終的には多くのハリウッドスターがヒラリー・クリントンへの支持を表明する中で緑の党から出馬したジルスタインに投票した。 その他、2010年のトリノオリンピックの開会式でオリンピック旗を掲揚する際の機種を務めている。ありがとうございます。